さあ、ついにやってきたぜ。この飛行場に。さあ、ロドリーよ。俺を連れてってくれ。ごめん、モーリーだったわ。ロドリーとモーリー間違えたんだけど。っていうことでやっていきましょう。お出かけしたいと思う。で、今日はね、どこに行くかというと、パニエルの島に行きたいと思ってます。なんとね、あの寡黙なパニエルから手紙が届いたんですよ。なんとね、パニエルの島が変わるっていうことで、なんか手紙をもらいました。では、具体的にどう変わったのか、それを今から見ていければなと思いますね。さあ、行きましょう。けどさ、パニエルの島ってかなり久しぶりですよね。最後に行ったのっていつだろう。 多分ね、相当昔な気がするわ。さてさてさて、行きましょうかね。ただ、まさかね、アップデートが入ると思わなかったな。お、なになになに、なんか回ってるぞ。みんな奥の方見てくれ。めちゃくちゃ虹色のものが回ってるんだけど、なんだあれ、レインボーじゃねえか。お、お前も気づいたんか、ロドリー。おや、パニエルさんの姿が見えませんね。撮影スタジオの脇に新しく道ができているみたいですが、その先にいるんでしょうか。お、お前目がいいな。ってことで行きましょうか。なんか遊園地みたいな。これは何？そしてこれも何？なんでこんなレインボーな？何があった？ なんかすごいことなってるよな。雰囲気変わったね。何があったし。あ、雑草が生えてるんだけど、これは抜くことができないか。まあ当たり前って当たり前なんですが。こんな感じになってるんだ。まあ、つもり単独ダイレクトで見てはいたんですが。お！何何何？二人ともイチャイチャしやがって。何してんだよ。私のメッセージは読んでくれたかな？君にこの広場を見てもらいたくて呼び出させてもらったよ。いよいよここで始めようと思うんだよ。私が長い間思い描いてきたコミュニティスペース作りをね。こんな喋り方でいいか。おっと、紹介してなかったね。私のハニーだ。ってなわけではないみたい。彼女はカットリーヌ。まあ、古い知り合いでね、私を手伝いに来てくれたんだ。おお、なるほどね。そうきたか。彼女のことは、自宅にカーリーと呼んでくれたまえ。え？あ、そうな。カーリー。ああ、なるほどね。わかりました。カーリー、なるほどね。なんかカールのおじさんみたいな。ちょっと、そんな風に呼ぶのってあなたしかいないじゃない。はーい、カトリーヌよ。あなたのことはパニーから聞いてるわ。これからよろしくね。ま、とにかくそういうことだよ。それで、これからの計画のことだ。知るか、それは。俺がなんで手伝わないといけないんだ。この広場にいろんなお店を集めて、活気のあるスペースを作ろうと思うんだ。なるほどね。っていうことで、俺はあれか。動く ATM 扱いっていうことか。なるほどね。お金だけよこせみたいな。お金だけ出せばいいんだみたいな、そんな感じだろう。俺はね、お前の心を透けて見えるんだ。ただ、お店を呼ぶにはお金がかかるし、来たー！もう分かってたよ。歩く財布なんで僕。はい。気軽に歩く財布と呼んでください。どのお店を優先して呼ぶかも迷って決めきれなくってね。いや、だからさ。いやいやいや、お前さ、どの店を優先的に呼ぶとかそういう話じゃなくて、お金出す気ねえだろ。なので、お店ごとにカンパを募って。うわ、カンパって言い方がちょっと洒落てるな。普通にお金よこせでいいじゃねえか。目標のお金が集まった順に、この広場に呼ぼうと思ってるんだ。君も、私の計画に興味があったら、少しずつでいいから協力してくれると大いに助かるんだけど。任せてくれ。俺に任せろ。ありがとう。君なら協力してくれると思ってたよ。それじゃあよろしくお願いするね。募金はね、この広場にいる埴輪くんがお店ごとに受け付けてるんだよ。めっちゃ話長いな。どんなお店を呼ぼうとしてるかも、埴輪くんが教えてくれるから、君の好きなように募金してくれたまえ。じゃあ、この辺は自由に歩いて構わないし、気ままに楽しみながら協力よろしくね。はい、わかりました。っていうことでやっていきましょう。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、あつ森をやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。さあ、そういったところでまずは散策していきたいわけですが、まああれですね、雰囲気的には飛び森時代にあったオートキャンプ場みたいな、そういった雰囲気が漂っております。で、お店の数に関しては、1234567
6?7?8 はなしと。なるほどね。ラッキーセブンか。わかりました。では、募金していきましょうか。こんにちはでございまひ。っていうことで、お金を君にあげましょう。豊かにする園芸のエキスパート。はいはいはい。一重百千万、十万。あ、10万なんで100万じゃないんだ。俺てっきりさ、100万ぐらい必要なのかなと思っていたけど、10万でいいんだ。これなら余裕だわ。と見せかけて俺は募金しないぜ。けどそれだと悲しそうだから俺はね、結局募金をしてしまうっていうね。はい、ってことで園芸のエキスパートっていうことで、まあ、彼ですね。レイジですよ。レイジを呼び出しましょう。で、協力しちゃうで、で、出せるだけでいいよな、これ。あ、間違えた、もう。でも、誤操作多いんだよ、これ、カンパするとき。この気持ち分かる人いますか？なんかね、連打しまくるとミスるみたいな。そして、話が長い。簡潔に話は結論から、よろしくお願いしますよ。で、出せるだけ。これで OK か。これで、おそらく翌日になったら来るみたいな感じかな。多分、そんな感じがするわ。はい、ってことで、レイジを呼び出すことに成功いたしました。っていうことで、まあ、次回からやってきてるみたいな感じでしょうか。っていうことで、ひたすらね、アニワ君にお金をね、渡しまくるみたいな感じでしょうか。は？これもしかしてさ、1日に1回しか行けないみたいな感じ？めんどくせえ。あー、マジかよ。これはその可能性高そうだな。マジか。一気にやらせてよ。なんでさ、なんでそこ効率が悪いことするの？なんでですか？ちょっと謎すぎないか。ということで、まあ、とりあえず、レイジを呼び出したっていうことなので、一旦ちょっと時間変更しましょうか。お！やってきたね！2回目の千鶴さん、こんにちは、おはようございます。ただいまの、ウホホ島の時刻は、11月の8日っていうことで、あ！何これ？そういえば、お知らせとは少し違うのですが、何？最近たまに、うわ！美術品を買ったら、偽物だったというご相談をいただくことがあります。何？どうしたん？北の浜辺に停泊していた船の中で購入されたそうなのですが、今更すぎないか？ちょっと待って。お前それめちゃくちゃ昔の話じゃないか？大丈夫？今更すぎないか？皆さんも美術品を購入される際は本物かどうかしっかりとご確認くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。え？これもしかしてサイレントアップデートか？ちょっと待てよ。これはまさかサイレントアップデートの可能性あるんじゃないか？まあ、具体的にはですね、しずえさんのこの、なんて言ったらいいんだろう。まあ、朝礼っていうのかな。朝の島内生放送。こちらですね、バリエーションが増えたみたいな。多分そんな感じではないでしょうか。だってさ、今の初めて見たよね。おそらくこれだけじゃなくて、いくつか追加されてると思うから、うわぁ、マジか。こういったところにも、アップデートが入ってるんですね。なんかこれはこれで面白そう。すげえな。じゃあこれからさ、結構楽しめるんじゃないの？この朝のしずえさんタイム。今までさ、いくつかしかパターンがなかったから、またこれかよとかなってたんだけど、これはまあ嬉しい話ではあると思いますよ。っていうことでやっていきましょうか。さあやっていきましょう。で、お！何これ？これはなんだ？あ、これはあれじゃないの。俺がこないだ頼んだ ATM じゃないか。多分その可能性が高そう。で、みすずちゃんから来ましたね、手紙が。では、こちら受け取っていきましょう。で、中身を開けていきたいわけですが、うわ、俺めちゃくちゃ金持ち。超金持ちだな。ただ、さっきパニエルの島に行ったんですが、ね、なんかそんなにお金が必要じゃなくて逆にびっくりしたわ。てっきりもっとお金がいると思っていたから、まあ、いい意味でギャップがありましたね。で、この ATM なんだけど、見てくれみんな。この ATM。あ、待って。カメラ起動したら、またなんか追加されてるわ。そうだ。プロカメラっていうのをさっきね、マイル交換でゲットしたんですよ。なんかもうさ、やること出すこと、アップデート入りすぎて、もうわけわからんな。何がアップデート入ったっけみたいな感じよ。はい。で、手持ちカメラが追加されたんですよね。ご自身の目線でカメラを構え、迫力のある写真を撮ることができます。手持ちカメラをその場に留めます。そのまま自由な立ち位置やポーズで写真を撮ることができます。これすげえよな。
で、手持ちカメラ。あ、これか。マイナスボタンで。あ、すげえ。すげえ。なにこれ。いいね。あ、なんかこれ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと待って、これ。斜めにすることもできるんだ。見てこれみんな、すごくね。で、ズームもできるし、これ進化しすぎやろ。これはすごいわ。で、あとは、あー、はいはいはい、なるほどね。ここでも、いじることができるんだ。これすごいな。いや、これマジですげえよ。ね。びっくり仰天すぎるわ。で、あー、リアクションもできるってことね。で、三脚カメラにすると、あ、来た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 。すげえすげえ、なんかめっちゃ違和感あるんだけど。ね。で、ここでリアクションして。おー、すごい。なるほどね。こうやって調整することできるんだ。自由度めっちゃ上がったね。すごい。ただ若干使いにくさはあるけど、ね。かなり便利な機能かなと思いました。これはすごいよ。画期的だわ。ね。感動したぞ、これは。ということで、今から、あ、ちょっと待って、その前に、そうそうそう、前日にですね、なんとここに、埴輪を植えたんですよ。来たー、埴輪！ビヨン埴輪を掘り出したん。ってことで、もう本当になんかアップデート入りすぎて、やばいな、やること多すぎるわ。で、ビヨン埴輪に関しては、こちらですね。けど、朝の島内放送、本当に変わってよかったですよね。前々からバリエーションが増えないかなって言っていたんですが、まさかこのタイミングで追加されると思わなかったわ。本当にこれに関してはびっくり仰天。で、うわ！何これ！見た目すげえ！ビヨンハニワ。お前すげえな。はいはいはい。ってことで、こちら回収しましょうか。はい。ハニワのかけらゲットいたしました。で、これで一回ハニワが育ったので、これからですね、この島には定期的に埴輪が生まれるみたいなんで、その埴輪をゲットしていきましょう。あれ？ちょっと待って！え？サイレントアップデート入りすぎじゃない？あ、これはサイレントアップデートじゃないんかな？なんか昔は落ち葉なんでこんなところに置いてなかったよね。え、置いてたっけ？あ、バンタムに喋りかけようと。お前ちょうどほうき持ってるわ。御社畜、おめえで話すのは一体いつぶりな。ずっと思い出せねえぐらい俺たち口聞いてねえよな。絶好してたからな。ビビって声かけづらいとかではないよ。まあ普通に忙しかった。いや、これはガチよ。ネタ抜きで。はい、ってことでお話を。社畜が今来てる服。なかなかいい趣味してるじゃねえか。俺もそういうの好きだぜ。そうだ、こいつをおめえにやるよ。ベネチアンマスク。あ、マジでありがとう。なんか、色は合ってるかどうかわからないが、まあありがとうよ。ありがとう、ありがとう。てかさ、本当にサイレントアップデートっていうか、なんかちょこちょこアップデート入ってるよね。うん、あと掲示板にもアップデートが入りました。なので、結構ね、島散策してると面白いんですよ。ね。なんか思わぬところで、なんかすごいアップデートを気づくみたいな感じ。まあさっきの静江さんの島内生放送とかもそうだけど、ちょっとこれに関してはびっくりしましたね。はい。ってことで、パニエルの島に行きましょうか。さあさあさあ、パニエルの島に向かおうぜ。ただ動画の時間、今確認すると、結構いい時間になってきたから、これ以上撮ると、また前みたいに30分とかに動画の時間がなってしまうので、一旦切りたいと思います。はい。ということで最後になりますが、まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、あつ森をやってる方であれば、チャンネル登録しておいて、損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。